堀出まさしの初デートということでね、彼の名前は堀出まさしくって言うんですけども、なんと人生で初めて彼女ができました。おめでとうございます。ちょっと笑ったかな。おめでとうございます。そしてね、その彼女との初デートを今から皆さんと見るっていうのをしたいと思います。さあ、堀出くんは無事初デートを成功するのかな。初デートの朝は堀出くん何をしてんのかな。寝てるよね。まあグースカピーのくだりでございますよ。あれれれれれれ、あ、目覚ましが鳴りました。これ堀出くんはね、しっかり起きれるのかな。背中にスプリングでもついてる。これ謎のモーニングロケットのくだりでおはようございますなんだけど、どういうこと。背中にスプリングでもついてるのかな。ただそんなことよりも堀出くん、七布団を引かないタイプなんだね。すごい、地べたで寝るくだりでございますけれども、あ、服を選んでね、なぜなら初デートだからね、悩んで悩んで、あ、決まりました。一体どっちの服にするのかな。学ランで行ってしまうくだり。いや、何がピースなんだよ。なんで休みの日に実写版のパワープロくんのくだりで行っちゃうのよ。これやめた方がいいけどね。あ、ワックスをつけてね。あ、大人のたしなみでございます。これ香水をつけてね。さあ、そろそろ彼女を迎えに行くのかな。台無しのくだりじゃない。朝シャン、なんで全てを流したの水で。何をやってるくだりなのかな。あ、服を着替えてね。そろそろね、行くのかな。まあ一滴を言わないくだり。まさかのマース。なんだよ、マース。一滴を言わないくだりでね。そして、猫のくだりで迎えます。相場はこっちだけど、猫のくだりで行って、レスキュー911のくだりをするんだよね。世界丸見のレスキュー911のオープニングのくだりで降りました。いやー、やっと彼女着きましたよ。あ、すごいね。これ、学ランだけど、半袖、ミニスカート。すごい、季節感がわからないくだりだけどね。どこ行く？いいね。どこ行くのかな？俺についてこい。オラオラ系じゃん。あ、これ映画館とかそういうところに行くのかな？港南？なんでホームセンターのくだりなの？初デートで。これは彼女の評価下がるよ。ほら、なんとも言えない顔。すごいなんとも言えない顔。でもさ、これホームセンターでもさ、小物とかさ、飲み物を買うんだったらいいよね。一体堀出くんは一体何を買ったのかな。風呂の温度を冷めにくくするやつ。いや、あんまり初デートで風呂の温度を冷めにくくするやつは買わない方がいいけどね。大工の下りで持ってくるんだよね。大工の下りでそして持っていきますよね。あ、でもなんかおしゃれそうな食べ物のお店に来たのかな。すごいよ、レストランかな。会話盛り上がってるよ。なぜなら付き合ってるからいいよね。あ、会話が盛り上がった。なんか食べ物が来たらね、これをね、一人食べてほしいよね。一蘭の個室カウンターみたいに食べてない？ちょ、持ってきたやつを一蘭の個室カウンターの集中で、おい、何をこれを利用してるんだよ。バン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 、怒っちゃってる彼女、なんでこんな初デートで。ただ、なんと堀出くん、プレゼントを用意してるみたい。すごい素敵、初デート。いた、堀出くん、何を持ってきたのかな、プレゼントに。クナイ？クナイ？いや、さすがにサプライズ忍者のくだりはご法度のくだりだよね。あ、ガーンって、もうチビ&マルコちゃんでしか見たことない、ガーンってなって、あー、怒って帰っちゃった。ということで、堀出くんの初デート失敗に終わっちゃいました。だ、そんなことよりサプライズ忍者のくだり？